こんにちは、いくこです。今日はですね、日曜日です。今1時半ぐらいですね。これからちょっと村の中を、撮ってみたいと思います。人がいるのでカメラ向けるのはどうかななんて思いますけれども、まあいいですね。ですね、土曜日日曜日といろいろ行事があってですね、村が結構賑わってんですね。12月に入ってからは、ずっとそんな感じです。クリスマス、クリスマスって言って、ここのクリスマスは、来年の1月6日までなんですけれども、それまでいろいろありますということで、ここは村です。村の中ですね。ですね、アイススケートみたいなことになっています。村の役場前ですね。アイススケート場ではなくてですね、なんかプラスチックみたいな感じですね。なんかなかなか滑りにくいっていう話は聞きました。Hola. Hola. 太陽がすごい。こんな風になってます。楽しそうですね。私もですね。やってないんですね。ここに昨日はですね、いろんなものが置いてあったんですが、それは動画で他のキャメラで撮ったの、貼っときますが、なのでここすごいたくさん人がいたんですが、今日はいません。スケートはですね、子供の時はやったことがあるんですが、赤いスケート靴も持ってたりとかしてですね、そんなに上手に滑れたわけじゃないですけど、少しやって滑りましたね。でも今滑ってこうスケートとかトライして、滑って転ぶと今回復がなかなかできないので、スケートとかもうできないですね。昨日のような賑やかなことはなくて、またいつもの村の静かな、情景に戻りました。昨日はですね、闘牛みたいなのもあったんですね。闘牛ではないんですが、小さめの牛が2匹ぐらい来てたのかな。で、闘牛場で、その牛を、追っかけごっこしてるって感じで、ちょっとかわいそうなのなんですが、やってみました。マリーがいます。で、その後闘牛場はなんかパーティーみたいになってました。若い子たちばっかりですね。入場券が35ユーロで、だからその闘牛のやつと
からなんか飲み放題みたいでした。友達と行くなんて言ってたんですが、35ユーロも2人で払うんだったら70ユーロだし、それだったらなんか他のことした方がいいよねみたいな、そんな感じでした。週末はですね、マッシュルームの祭典もあったんですが、今年はあまり人がいないようでした。ちょっとあそこで、一休みというか、私昨日のお金払ってない払いに行ってきます。でカメラ止めます。今年はこれだけなんですね。とっても少ないですね。やっぱ雨が降らないと思って